ドワイト・ストーンズはアメリカが州国ロサンゼルス出身の陸上競技選手。男子走高飛びの元世界記録保持者で1972年ミュンヘンオリンピック、1976年モントリオールオリンピックの銅メダリストである。ストーンズは1973年に2メートル30の世界新記録を樹立。この世界記録は1968年。 メキシコシティオリンピックでディック・フォスベーリーが背面飛びで金メダルを獲得してから5年、初めての背面飛びでの世界記録であった。ストーンズは1976年に世界記録を2立方メートル1に更新。その2ヶ月後には2立方メートル2と立て続けに世界新記録を更新した。18歳でミュンヘンオリンピック代表に選ばれ、銅メダルを獲得。 4年後のモントリオール大会でも銅メダルを獲得したストーンズは1984年には3度目のオリンピックとなるロサンゼルスオリンピックに出場。2立方メートル1で惜しくも4位となりメダル獲得はならなかった。大胆な発言でしばしば物議を醸してきたストーンズだが金メダルが有力と見られていたモントリオール五輪直前にもフレンチカナディアンは大嫌い。 と方言、大会関係者から命の保証はできないから、屋外での練習は自粛するように勧告されると、一点、I love French Canadian とプリントした T シャツで記者会見して釈明するなど騒動を巻き起こした。ありがとうございます。